島市瀬上町に去年11月にオープンした自家製中華そばすずらん。まだ開店から2ヶ月ほどですが、その美味しさが口コミで広がり、1日100杯以上、多い時で150杯も売れる人気店となりました。一押しのすずらん特選中華そば、あっさりとした中にコクのある醤油味のスープがたまりません。いや、まあ一言で言うと美味しいですね。スープの味しっかりしてて、麺縮れで、まあ福島市内では珍しいかなっていう、使っててとても美味しいです。店内にはこんな張り紙が。皆様はじめまして、店主の高橋由加、43歳独身、バツイチです。お客さんがびっくりするほどのプライベートな内容が長文で書いてあります。いらっしゃいませ。店主の高橋由加さん、実は4人の子供を持つシングルマザーです。高橋さんはありのままの自分をお客さんに知ってもらいたいと、あえてお店に掲示しています。道の駅のようないろんな人が来て、で周りもこうだんだんにぎわって行ってもらえたらいいかなと思います。高橋さんは毎日郡山市の自宅からおよそ1時間かけて福島市のお店に通っています。営業が終わり自宅に着いたのは夜7時。帰りを待っていたのは次男で小学5年生のしんくんと三男で小学2年生のせいくんです。長女のゆうなさんは20歳で社会人となり、長男のれんさんは県外の大学に通っています。子供たちにどんなお母さんか聞いてみると、僕習い事やってるんですけど、そういうことに全力で応援してくれる人。高橋さんは末っ子のせいくんが1歳になった頃に離婚。昼は洋菓子屋のジム、夜は飲食店で働くなど、子供たちのために必死に働いていた一方、一緒に過ごす時間は少なかったといいます。ゆっくりできてるし、僕らも楽しいから、絶対今の方が幸せ。高橋さんは時間があるとラーメンを食べ歩く大のラーメン好きで、自分の店を持ちたいと周りに発信し続けていたといいます。もうこれがこれで最後の挑戦なので、目指してたのは、ラーメン屋さんをやりたいっていう夢もそうなんですけど、シングルマザーだからこれをやらせてあげられないとか、どこかに連れてっていいあげられないとか、なんかそういう部分を取り除きたかったという。転機が訪れたのはおよそ3年前。白川ラーメンのように和のテイストを取り入れたラーメンが作りたいと、知り合いの紹介で和食の匠として知られる会津若松市の東山温泉にある旅館原滝今昔亭の根本重則統括総料理長に弟子入りを志願しました。どうしてもやりたいと、で本当にラーメンを作りたいと、店を出したいと、で、子供も守っていかなくちゃない、その情熱に私も根負けしてしまったかなと。それから週に 2,3 回仕事終わりや休みの日を利用して、2年間ラーメン作りに必要な知識と腕を磨きました。毎日本当に普通に飲めるようなスープを作りたいというのが彼女の考えだったので、それに本当にちょうど和食っていうこともあって、ちょうどいい感じになったと思います。根本さんとともに何度も試行錯誤を重ね、白川ラーメンをベースにした至福の一杯が完成しました。私はやっぱりこの味が好きで、これに決めてやってますね。毎日飲んでも飽きないスープを求めて、那須御用鶏の鶏ガラと鶏の足もみじから出る鶏油を取り出して丁寧にこしていきます。何回もこすとか、そういうことは本当根本さんに教えていただいて、すごい時間もかかるけど、絶対この方が見た目も綺麗だし味も確かっていう。黄金色の鶏油、
6時間ほど煮込んで作ったスープは透き通っています。醤油だれは数種類の醤油を合わせ熟成させたもの。手打ちのような食感が味わえる特注の麺はスープによく絡みます。チャーシューは手間をかけて炭火で焼き、ワンタンも手作りです。この日は今年初めて師匠の根本さんが店にやってくるとあって、高橋さんは少し緊張気味の様子。総料理長がお店に来るとどうですか？引き締まりますよ。なんか注意しかされないんでね。開店5分前、根本さんがチャーシューのチェックを始めました。総料理長どうですか、お味は？チェック食べてどうですか？あ、美味しい、いただきました。良かったです。美味しくなかったら大変ですよ、うん、やり直せって言われちゃうから。午前11時のオープンと同時にお客さんが次々とやってきます。さっぱりしてるんですけど、コクがあって美味しかったです。店のスタッフは全て女性。高橋さんと同じように子育て真っ最中のお母さんが働きやすいような環境を作りました。高橋さんは今後もできるだけ地元の野菜や果物を使い、人とのつながりを大切にお店を続けていきたいと言います。ここの地域の人たちのつながりもすごく大事にしているので、地元の方にずっと愛してもらえるようなお店にしていこうと思っています。